前から欲しいと思ってた。来たの。何が来たの。これだ。ちっちゃお相撲ポケット、ちっちゃい。フィルム買ったんだよね。なんだこれ。これなんかフィルムだな。もう買ったのもよく忘れてるわ。はい。オスモポケット。オスモちゃん。オスモですね。こういうやつですね。はい。オスモポケット。品番が B07KWYK9BV。国内製品 DJI オスモポケット三軸ジンバル 4K カメラ。バンバン捨てますから、こんな箱いらない、箱いりませんから、もうそっと捨てます。アイコンだろうが何だろうが箱は捨てちゃいます。そう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 、もう完全にネット上で説明見ましょうっていう形ですね。クイックスタートまでしか入ってないですね。カバー入ってるのかな。スマートアダプター C、 スマートアダプターライトニング、電源ケーブルで、なんかいろいろ各部署のマークしてますね。じゃあ、はい、私この使い方したいですね。この独自で使うのもあるし、スマートフォンにくっつけて使うと、このこれですよね。マイクロ SD カードの取り付け。ケースなんかあんのこれ。これここか、違うな。これは何だろう。これはケーブル、ケーブルですね。ケーブルですね、はい。ケーブルとこの USB-C と変換のやつですね。USB-C と、はいはい。これがライトニングのやつですね。iPhone とかに使う変換器のやつですね。これと USB-C の変換器ですね。スマホつなげるやつですね。もう。本体5体目。あ、この中にもすげえ小さい。うわ、これ感動だな、意外に。このコンパクトさ、何これ。で、これを抜くと、はい、うわー、え、あ、動くの。これをポルトジンバルで三軸で動くってことか。こうやって電源入んのかな。ここにそのあれをつけるんだ。ここにこうライトニングがライトニングで、これをこうはめるんだな、多分。ここ取るかも。取る。で、もったいぶらずに取る。ですね。こうやって、はい。とりあえずつけておきます。ここにつけたくないんで、こうやってつけといて、で、ここで電源オンか。まあ、これだけだと、何撮ってるかよく見えないもんね。画面が見えないから。なるほど。画面はついてないんだ。どっかここについてるんかと思ってたけど。ついてないんだな。はい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 。パワーボタン、クッションボタン、シャッターボタン。初めてご使用のスマートフォンに接続し、DJI なんとかからアクティベーションしてくれ。なんかしなきゃいけないんだ。で、なんかフィルム貼ろうかな、もう。撮った瞬間に。もう貼りましたね、これ。もう貼った状態ですよね、ほら。で、ほこり見えない感じですね、ガラスで。なんか気泡は入ってないですね。多少なんか接着面のキラキラはなんかありますね。ここなんかちょっとなんかキラキラで、なんかゴミみたいの入ってるように見えますけど、肉眼だとこれ全く見えないですね。こういうなんかつぶつぶつぶってちょっと見えますけど、こういうのを肉眼ではちょっと確認できないですね。ここを取るですか。ここをここを取るですか。あ、ここがカメラ映るとこだ。あー、ごめんごめん。なんだ、ここに画面映るんだ。やっぱポケット出し入れとか結構擦れる機会ある多いと思うんで買ったんですよね、このフィルム。
あんまり私こういう保護フィルム貼る方じゃないんですよ。もう貼らなくてもう擦れても劣化するのもそれはまあ経年劣化でしゃあねえなっていう方なんで、はい、とりあえずまあ買った瞬間に貼って、でホコリ一切入ってないですよねこれ、はい、いいんじゃないですか。このピンセットしまっといて、こうやって入れ、ここにはめてこうして、ここのフックを入れると。あ、コンパクト、何グラムぐらいですかねこれ、200グラムちょい、まあ、全然重さ重くないですね、はい。今日はね、まあ、あの開封してお相撲ポケットをしまって終わりですけどね、フィルム貼っての、はい、次回はですねこのファーウェイメイト20プロとこれ接続してみたいと思います。これアクティベーションですか、アクティベート、使えるようになる設定ですね。なんかスマホにつないで設定しなきゃいけないんで、まだアプリも入れてないんですけど、今日ちょっと時間ないんで、とりあえず開封してフィルム貼ってしまいましたというところです。まだ起動してないです、すいません。はい、次回またご覧になってください。ご視聴ありがとうございました。